おはようございます。9月19日木曜日、全国の天気をお伝えします。東日本を中心に雨具が活躍する一日となります。特に午前中、北陸や東北南部、雨の降り方に警戒が必要です。激しい降りとなり、道路冠水、河川、用水路が増水する恐れもありますのでご注意ください。関東南部など日差しの届くことがあっても雲が広がりやすく、特に午後雨の降り出しに注意が必要です。外出の際、雨が降っていなくても雨具をご用意ください。西日本は日差しが届くところが多くなります。日中の気温は上がり、35度を上回るところも出てくる予想です。しっかりと熱中症対策を万全にお過ごしください。また九州、宮崎県など太平洋側一部地域では雨の降るところもありますので、こちらは雨具を持って外出してください。台風14号が次第に遠ざかる南西諸島もまだ強い雨、風に警戒が必要です。大雨となる恐れもありますので、道路冠水や低い土地での浸水などに警戒をしてください。北海道は広く晴れて秋の空となります。日中の気温は上がりますが、カラッとした陽気、一日の体感の変化が大きくなりますのでご注意ください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。